日本三重県熊野市、須野町。須野町は三重県熊野市の町名。1960年には162人が暮らし、小学校の分校が設置されていたが、2010年には2人まで減少し、2011年には郵便ポストの収集が取りやめとなった地域である。その後移住者が現れたことにより、人口が増加している。 2010年10月1日現在の面積は1.637575平方キロメートル。熊野市の東端に位置し、熊野市以外からは自動車で30分ほどかかる。縦が先と上種の花の二つの岬に挟まれた小さな湾に面した地域であり、隣接する町とは200の300メートル級の山地で隔絶されている。このため林業がかつての生業であった。 町内には20軒ほどの家屋があるが、ほとんどが空き家であり、基礎だけを残した住宅跡が点在している。海辺の小さな集落であり、箱庭の町と呼ばれている。北は大瀬市梶じ町、西は熊野市ほぼ町と接する。どちらの町とも山を隔てており、特に北隣の梶じ町との間に、自動車が通行可能な道路が開通したのは2001年の、 ことである。須野では、天正期以前より声援が行われていたとされ、塩釜後に夜景石などが残っている。貴族風土器によれば、文禄元年に、新宮城主、堀内自然の家老であった、浜田国次の地行地になったという。慶長六年の県地町に、須野村と記載されている。近世には、木の国室郡木本組に属し、須野村として、 奇襲藩の配下にあった。江戸時代初期の巣の裏は八軒のみで、貴族風土器は当時の巣の裏について、海浜にありながら、荒いそのため漁業は行われず、谷が狭いためたもなく、わずかに材木の生産を行う、小引き職人の村で、多くは出稼ぎに出る旨を伝えている。一方、二分口役所備会は、滝木を産出し、漁師もいると記している。村高は、 天保号庁、休校給料取調部庁のどちらも30国余りとしている。完成9年うるう7月6日、青ヶ島から男女14人が乗った船が砂に一層、漂着し、その話を耳にした、立花の南京が、最有貴族編に書き残した。また、完成11年9月6日、八丈島の御用船が台風で砂裏に漂着した。裏の住民が、 総出で救助活動を行った会もあり、乗員33人は全員助けられ、乗っていた船も二木島の裏で修理されて江戸へ送られた。同年、その裏の漁師が土豪の和田氏に熊野産後を送ったところ、奇襲藩主を経由して将軍の元まで届き、江戸幕府から捜索隊が派遣されるに至った。ただし捜索隊は熊野産後を見つけることはできなかったという。 またこの頃、立ヶ崎園見番書が、スノウラに置かれ、浜田氏が番人を務めた。浜田氏は、父に任ぜられ、奇襲藩から支給された異国船絵図を保有し、今日は3年の五番書日記を残した。この日記には、熊野灘を航行する海船の数が記録されており、当時の様子を知ることができる。1869年、立ヶ崎園見番書が廃止される。 1876年には、ソネ浦、ラ、カジカと、組合村を結成するも、1889年の、町村制施工事には、ほぼ浦や二木島の浦などと合併して、荒坂村に所属することになり、同村の大技、スノホとなった。初等教育は隣接する、ほぼ浦にある、はじめ母浦小学校へ通学していたが、同校が荒坂小学校に統合されることとなり、 通学が困難になるとして、1910年に、須野教授所が設立された。須野教授所の認可書類が残っており、熊野市に収載されている。この書類には通学予定児童16人の住所、青年月日、保護者名や時間割表も含まれている。近代の須野裏は、一年を通して漂着する天草を拾い集めて、長野県から来る。 天草船に販売するのが一大産業となっており、多くの人がこれを収入源としていた。このほか山の自宅盛る休み焼きの仕事があった。陸路の行き詰まりであったことから、住民気質は閉鎖的かつ純木と評され、特に男性は無口、女性は優しい性格であったという。1954年、荒坂村が木本町などと合併し、 熊野市となったのと同時に、その裏から、その町に改称した。1959年9月26日、伊勢湾台風が襲来、その町の住宅は、ほとんどが、全半壊し、神社や墓は高波にさらわれ流出した。この時、三重県庁から派遣されてきた調査官は、集団移転を住民に提案した。しかし住民は、 先祖代々守り続けてきたスノを捨てるわけにはいかない、という意見で一致し集落の復興に着手し、これにこうして、熊野市当局も、堤防のかさ上げ、車道の整備など復興を後押しした。さらに1960年3月には、スノ簡易水道が開通、同年8月に、荒坂小学校、スノ分校校舎が、新築、1962年8月に、壁地集会所を兼ねた。 スノ文庫行動が新築された。1960年に162人見た人口は1970年には73人に落ち込み、過疎化が進行。1969年3月にスノ文庫は休校に入り、事実上の廃校となった。1981年、国道311号のスノトンネルが開通したが、 その先の大和瀬市カジカ町側の着工が遅れ、長らく巣のカジ間は繋がらなかった。この区間の全通は2001年のことである。1985年1月、巣の集会所が完成し、翌2月に落成式が挙行された。2010年には人口が2人にまで減少してしまったが、2014年には帰郷者と移住者により5人に回復した。このことを、 すの町の住民は人口増加率250%と前向きに捉えている。2014年9月には第3回30件クリーンツーリズムネットワーク大会員熊野の一環で開かれた第一文化会がすの町を歩くツアーを開催した。同月、移住者が雑貨店、木花堂を開業し、2015年3月29日には木花堂が中心となって第1回、 スノマルシェを開催した。キハナ道は2017年4月21日をもって閉店し、移住者は帰京した。スノマルシェはキハナ道閉店後も毎月第3日曜日をメドに住民らが継続開催する予定であったが、企画運営者もスノから転居したため休止することが同年8月に発表され、7月16日開催のスノマルシェが最終回となった。 巣の町内に、高須山や、上種の花という地名があることから、甲の鳥巣、すなわち甲の鳥の巣があったことが由来と考えられる。ふるさとのヨモ山話によると、まず、高須山の地名が生まれ、その麓の集落に、甲巣の裏の名が与えられ、後に省略されて、巣の裏になり、巣のほの字が当てられたという。1889年以降の人口の推移。 1995年から2005年は国勢調査によるの推移。以後は人口がごくわずかなため、一ととする。1889年以降の世帯数の推移。1995年から2005年は国勢調査によるの推移。以後は世帯数がごくわずかなため、一ととする。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 なおかつての須の町は、荒坂小学校、荒坂中学校の学区であったが、荒坂小学校は二千十一年三月三十一日に休校となり、荒坂中学校も二千十四年三月三十一日をもって休校となった。須の町の住民は自給自足に近い生活を送っており、裏山からの水を生活用水として利用し、燃料は山の木を切って薪きとし、 未完採取や魚釣りによる食料調達を行っている。電気は供給されており、郵便配達を受けることもできるが、郵便を投函するポストはない。携帯電話は日本国内の主要3社のいずれも県外になる。スノ町の住民は、集落の消滅危機にありながらも、多くの人の移住を願っているわけではなく、緩やかな人のつながりを求めている。熊野市外までは、 自動車で30分を要する。公共交通として福祉バスが運行されたことがあり、2016年10月3日からは、熊野市による海岸部乗り合いタクシーが運行を開始し、予約制で市が指定した目的地に行くか、目的地から自宅に帰る場合に利用できる。ありがとうございます。